この世に無駄なことなどないと私に説いたのは人だ。そこから私たちは始まった。まあいいけどね。イレギュラーはあればあるほど面白い。家庭を楽しむ、それこそ長い時を生きる者の楽しみであり特権だからさ。いろいろと動いてるみたいだね。方々から報告は聞いているよ。邪魔はしないさ。好きにするといい。その方が退屈しないし面白い。長い長い人生には刺激が必要だね。え、君たちもそう思うだろう。ルーサーはすでに人ではない。しかし人であることを忘れてもいない。物事を楽しみすぎる。もともとは人であったがゆえに退屈を何よりも恐れている。それが強さでもあり弱さでもある。つけ込むべきはそこだろう。私ならばそう動くはず。私たちもそう考えている。だから間違いはないはずだ。あなたは信じて進むといい。目指した先に道は生まれる。皆が望んだ新しい道が。